はい、皆さんこんにちは、せんちゃんです。大分旅行3本目の動画となっております。今日は今からホテルに行って別府に一泊したいと思います。では行ってきます。この銅像はですね、ピカピカのおじさんって書いてあるな、油屋熊八さんの銅像です。はい、手湯を発見しました。お、すごい、なんか湧き出ちゃってるわ。すごいすごい、なんだこれは。あ、思ったよりぬるいわ。ちょっと肌と混浴してしまいましたが、大分はね、こんな感じで至る所に湯だったり足湯があるので、温泉好きにはたまらないんじゃないでしょうか。なかなかね、雰囲気のある温泉とかが駅前にありますね。にゃんちゃん、あら、来た来た来た。あー、かわいいね。あー、小走りに逃げるように。はい、見えてきました。あのオレンジ色と黄色っぽい建物ですね。あそこにシーサイドホテル三松大江邸と書いてあります。ここはね、温泉街のようでね、かなり宿が多いです。今日は非常に天気も良くて、降水確率も 0% ということで、今日こそは降らないと思っております。はい、まあ、やっぱり1月ということあって、かなり寒いは寒いんですけど、足湯かなんかで温まれたらなーなんて思っております。到着しました。入ってきます。とりあえずね、今荷物を預けてきました。こちらね、シーサイドということで別府湾を見ることができるので、お散歩がてら別府湾見に行きたいと思います。今日はシーサイドですよ。海が見えるということでワクワクしております。まあこんな感じでですね、こちらが海なのかな。あー、丘だ、いい丘だな。さて、海までもう少し。見えてきました、海。あー、素晴らしい。ここがですね、今回泊まる宿なんですけど、なんともうすぐ海、本当にシーサイド。ご覧ください。はい、これがね、別府湾でございます。今日は結構波も穏やかですね。こちらね、おそらく左手に見えますのが国東半島でございます。この右手はですね、大分方面なのかな。煙突とかがあって、工業地帯っぽい雰囲気はあります。はい、そしてね、この海沿いにはですね、やっぱり旅館がたくさん並んでおります。うん、別府タワーもね、こちらから見えます。昨日はね、山の旅館だったんですけど、今回は海の見える旅館にしてみました。沖縄別府店に到着しました。ここでお昼ご飯をいただきます。足湯とかもあるんでね、今日行くのはこちらです。足湯がありました。タオル持ってるみたいですね。鬼やん。あ、怖っ。すごい巻いちゃってるよ。鳥店が来ました。鳥店発祥の店、東洋軒さんの鳥店です。結構量が多くてびっくりした。すごいボリューミーです。いただきます。サバイブ料理はカニ鍋、マリコとおやつ感覚を食べやすい、そんな感じです。そのまま食べちゃったけど、タレはありました。これにつけて食べるのね。レトロな商店街に来ました。弥生天狗通り、弥生天狗通りっていう通りらしいです。お店がちょろちょろとありますね。うわ、天狗すごいな、でかっ。商店街を抜けて今竹ヶ原温泉に向かっております。はい、いや、いい天気、ほかほかしてあったかいわ。1時55分からバスツアーが始まるので、それまでちょっと時間を潰します。はい、竹ヶ原温泉入り口発見しました。雰囲気すごい、まあ予想外だな、これは。うわー、これちょっと結構ディープですね。怖
これはすごい雰囲気だな。うわぁ、すごいいいわ。こういうの好きだな。これ多分好きな世界観じゃないかな。結構好き。これが竹ヶ原温泉ですね。かなり雰囲気があります。ポストをね、まだあのポストだよね、これ。あのポスト、いやー懐かしい。懐かしくはない、もともと私は違うか。いつからあるんだろう。はい、そろそろ時間なので北浜バスセンターに向かいます。結構ねディープな通りでした。うん、では行ってきます。では玄関を入りまして、ダダーン、とても広いお部屋です。すごい。そしてこちらには空気清浄機がありまして、おしゃれな窓っぽいやつ。お、テレビ大きいですね。ここら辺も綺麗ですね。うん、かなり綺麗なおしゃれな感じです。そしてなんといってもここからがすごい。見て、すごいんですよ。オーシャンビュー。こんなにね海が近いホテル私は初めて泊まりましたね。すごい。これさ、日の出とか夕焼けってめちゃめちゃ綺麗なんじゃないかな。はい、そしてここにはですね大きめの鏡がついております。かなり大きいですね。そう、今日私こんな格好だったの。なんか上はピンクで下は黒水玉女でした。はい、コンセントとティッシュ、ポットにお茶のあれが入ってました。こちらグラスと栓抜き、冷蔵庫ですね。いいね、結構入りそうですね。そして皆さん、こちらですよ。こちらなんと今回も露天風呂付き客室にしました。というよりね、やっぱねここでサムネを撮りたいのでこれは必須だなと思いまして、それをね条件に調べました。ではオープン。今日も京都って広いですよ。すごく広い。こちらね、後で入りますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。露天風呂からの眺めが最高なんですよ。すごい最高。月だよ。月が出てます。わあ、好きだ。そしてここにはクローゼットですね。よいしょ。浴衣類が置いてあります。クローゼットかなり広めです。広い。そして次は洗面所ですね。こちらくるっと回りまして、こちらが洗面所になります。ここもねすごく大きい鏡ですね。めちゃめちゃ大きい。そしてアメニティはこんな感じで、ブラシにカミソリ、輪ゴムじゃなくて髪の毛を結ぶゴムと歯ブラシセットが入ってますね。ドライヤーはここにあります。そしてこちらはトイレですね。こんな感じです。はい、本当に広々とした部屋ですね。そしてお茶置きはですね、こちら焼き馬、焼きやすい馬っていうのかな、大分メーカー。早速食べてみます。あ、これか。食べたことあるかも。ごまの風味が効いてて、おせんべい自体は甘い感じのせんべいです。多分みんな食べたことある。うん。ここの温泉の泉質はですね、炭酸水素塩泉らしくて、こういったものにね効くっていうことです。で、こちらね、炭酸水素塩泉ってどんな温泉かっていうと、アルカリ性で皮膚表面の角質を軟化し、皮膚や分泌物を乳化して洗い流すため肌がツルツルするので美肌の湯と言われています。やはりね、美肌になりたい年頃ですのでね、こちらかなり期待しております。早速温泉に入ってみました。シーサイドっていうだけあって、見てください、この展望。海がねめちゃめちゃ大きく見えます。こんな感じですね。すごくない？ここ海やばいよね。どうでしょうか皆さん。すごい素敵です。はい、今から夕飯を食べに豊常さんに行きたいと思います。天丼が美味しいということでね、天丼を食べたいと思っています。わ、すごい気持ちいい。ちょっと温泉に入ったので体がポカポカしてるんですよね。すごい気持ちいいわ。ということで夕飯行ってきます。本日はこちらの豊常さんで夕飯をいただきたいと思います。では行ってきます。美味しいということでこれにしました。今のはこのチエビジンっていう純米大吟醸にしました。初めて見る、チエビジン。
ースブリ、カボスブリ対ヒラメでございます。いただきます。タイか、ちょっとかけない。うまっ。このカボスがすごいいいわ。来ました、特上天丼でございます。すごいね、これでね880円、めちゃめちゃ安いでしょう。すごい、めちゃめちゃボリューミーで、酒のね、つまみにしたいと思います。実はらっきょう初めて食べます。美味しい。人生損してたわ。もっと早く食べるべきだった。はい、夕食食べてきました。めちゃめちゃ美味しかった。うん、美味しかったです。やっぱ天丼のね、甘いタレが美味しいですね。そしてかなりコスパがいい。めちゃめちゃコスパが良かったです。美味しかった。そして今からね、テンションが高まってきたので、ちょっとね、そこになんか夢タウンっていう商業施設みたいなのがあったので、そこに行ってきます。はい。上がりはこのつぶらなカボスを飲みます。めっちゃ美味しい。こちらね、夏みかんのつぶつぶが入っております。お風呂上がりにめっちゃ最高です。はい、おはようございます。今からですね、朝食に行ってきたいと思います。では行ってきます。ご飯です。カレーの一夜干し、お豆腐に美しいご飯、おいしそうに焼けました。すごい、天使のはしごがねかかっております。めちゃめちゃ綺麗。おそらくね、これカメラよりも肉眼で見た方がめちゃめちゃ綺麗なんですよ。本当に素晴らしい景色。オーシャンビューって最高ですね。はい、綺麗。はい、準備ができましたので今からチェックアウトしていきたいと思います。はい、かなり今日天気が良くて海も綺麗に見えております。いいホテルでした。はい、では行きます。チェックアウト終わりました。バスの時間が迫ってるので、うわ風強っ、早めに行きます。みんな信じれないと思うが、今これ雨が降っている。見てください、後ろめちゃめちゃ雲追ってきてんの。やばいな、雨降ってんの今、おかしいだろ。雨、さっきまでめちゃめちゃ晴れてたのに急にこうなっちゃった。いや、ついてねえなマジで。にゃんちゃん、にゃん、あら、かわいいね。あー、かわいいね。あー、ゴロゴロ行ってかわいい。バイバイ。昨日乗った別府地獄巡りのバスがあります。今日はこの北浜
浜バスセンターじゃん。こちらの大分交通別府北浜バス乗り場で高速バスのチケットを買いました。バス乗り場はこちらの時葉別府店の目の前、スターバックスの目の前です。9時55分、あれですね。はい、大分空港に到着しました。今の時間が10時45分です。帰りはピーチなんですけど、搭乗手続き11時からなので、もうちょっと時間を潰したいと思います。明日展望デッキに行きたいと思います。ペンギンちゃんを見ながら歩きまして、はい、展望デッキに出ました。すごいね、面白い。これコーンがバナナだ、バナナコーンだ。こんな感じで座るところとテーブルと、自動販売機もあります。トイレもあるね。お、こういう感じか。サビ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 。停車しております。お急ぎのご旅行中申し訳ございません。すごいね、これは。結構なんか冒険家になった気分だ。はい、かなりいい景色でですね、こちらから別府湾を見ることができます。ここにね、双眼鏡もあるので、ぜひぜひ見てみてください。はい、ちょっと飛行機が遅れているということで、まだまだ時間がございます。もう少しね、大分空港の中を散策していきたいと思います。これを頼みました。ギョロッケ、ギョロッケ。お土産紹介コーナー、いろいろあるね。ご案内